ライトエイドの店舗ライトエイドはアメリカ合衆国の薬局小売チェーンの一つである。ライトエイドは東海岸で最大アメリカ全土で第3位の薬局チェーンで31州とワシントン DC に5000店以上を展開している。ライトエイドは1962年にペンシルベニア州スクラントンで創業。当時の名前はスリフト D ディスカウントセンターだった。 数年後、現在の名称に変更し、1968年に公開会社となった。本社所在地は、ペンシルベニア州ハリスバーグキャンプヒル。フォーチュン500企業の一つ。主要な競争相手は、CVS、ファーマシーとウォルグリーン。2006年8月3日付オールストリートジャーナルは、ライトエイドが、エッカードとブルックスファーマシーの両薬局チェーンを、 ケベックのジーンクチュールグループから34億ベイドルで買収し一つの薬局チェーンに統合すると報じた。いくつかの店舗閉鎖と両チェーンのライトエイドへの転換が行われた後、ライトエイドはアメリカ東部の有力な薬局小売店となり、また CVS、ファーマシー、ウォルグリーンに次ぐ全米第3位の薬局小売店チェーンとなった。CVS が 薬局チェーンアルバート・ソンズを買収した後に、シカゴ都市圏でも見られたように、この買収によっていくつかのライトエイド店舗同士が近接する結果となった、その他独立店に売却された。特に2つのチェーンが支配的で発祥の地でもある、ペンシルベニア州では、買収後に2つのライトエイドが隣接するケースがあった。しかし2008年3月、 それら重複店のいくつかは閉鎖された。これら閉鎖された店のほとんどは、エッカード買収前から、ある既存のライトエイドの店舗だった。これは、エッカードがドライブスルー併設や、大きな店舗面積など、JC ペニー及びジーンクチュールグループの下で、開発された、新しく、モダンな店舗を持っていたためである。閉鎖店舗の従業員は、近接店舗に配置転換され、 レイオフは行われなかった。JC ペニーがエッカードを買収する直前の1990年代、中頃、ライトエイドはいくつかの店舗を JC ペニー傘下のスリフトドラッグに売却した。さらに1995年にはマサチューセッツ州の全店舗をブルックスへ売却している。エッカードは JC ペニーの子会社だったため、エッカードの店舗は JC ペニーのカードを受け付けていた。 合併の結果、ライトエイド全店舗で JC ペニーのカードを受け付けるようになった。2007年12月、ニューヨークタイムズは、ブルックスとエッカードの買収にもかかわらずライトエイドが記録的な損失を出したと報じた。ライトエイドリポーツワイダーロスロイヤーズ、アウトルックニューヨークタイムズ、ディセンバー21、2007。ありがとうございます。